らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。寄付してもらおうか。何なんだ。さんですか、堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。
ところで、田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前、突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。セレナってまだあるのか。セレナですか。ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなのか。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐにわかります。他に聞きたいことはありますか。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東上会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ。いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。待てよ。いや、じゃあ、そうは決
ず財布出そうか。やんのか。さすがや。またな、キルちゃん。後悔するな。Yeah!
の目つきが気に食わねえ。邪魔だ。許してくれ。いらっしゃいませ。ほう、ありがとうございました。
下がらん。てめえ俺にガンつけた。後悔するな。すみません。